的中率抜群当たる競馬予想アーソン、TV、競馬部 MC のです競馬部はたった3人で JRA では昨年8月の札幌記念開催週から63週連続的中地方交流競馬を含めてなんと68連勝中です先週は競馬部全員が4レース中3レース的中 特に守護神ムーさんは G1 天皇賞で赤星が一着となり単賞、副賞、馬単、馬連、枠連、三連服、三連単が見事に的中。今週も絶好調競馬部の予想で秋競馬を楽しみましょう。馬券は競馬部のお気に入りのスタッフの予想にご自身のお好きな馬を加えて三連服や三連単などを購入しても面白いと思います。今回は 11月7日日曜の東京メイン芝 2500m で行われる G2 アルゼンチン共和国杯阪神メインダート 1800m で行われる G3 宮古ステークス11月6日土曜の東京メイン芝 1400m で行われる G2KO 杯2歳ステークス阪神メイン 芝1400メートルで行われる G3 ファンタジーステークス。そして、11月7日日曜のアメリカデルマー競馬場で行われる G1 ブリーダーズカップの3レース。以上、今回は豪華7レースの予想をお届けします。えまず最初は、11月7日日曜の東京メイン芝2500メートルで行われる G2 アルゼンチン共和国杯の予想です。今年は15頭立て。先週は4レース中3レース的中。競馬部で的中率ナンバーワンを誇る絶好調の編集長きのこちゃんの本命は、先週 JRA 重賞通算。 100勝を達成した、外国人騎手で一番好きなデムーロ騎手騎乗、7枠12番マイネル・ウィルトスとのことです。対抗は世界的な名手ルメール騎手騎乗、6枠10番オーソリティ。タンアナは夢は外旋門賞制覇、オギノ騎手騎乗、5枠9番ディアマン・ミノル。レンアナは2頭。 万馬券を何度も取らせてもらった、鮫島勝馬騎手騎乗、6枠11番、ゴースト。関東でトップクラスの騎乗技術を持つ、田辺騎手騎乗、7枠13番、ボスジラ。馬券は本名、本命マイネルウィルトスの単勝副将と、推奨馬の生まれワイド、三連服、ボックス。 そして、6677のゾロ目を含む、推奨馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。次に、先週4レース中3レース的中した、復調気配を見せる、ガミ将軍坂織の本命は、前奏のオホーツクステークスを勝った、8枠15番、アンティシペイトとのことです。対抗は、前奏オールカマー6着からの巻き返しを狙う、 2枠3番、里野ソルタス。ターナは、今回、石川キッシュが騎乗する、8枠14番、当選カンビーナ。当選カンビーナ。エレアナは2頭。3枠5番、フライライクバード。4枠7番、アドマイアアルバ。馬券は、本命、アンティシペイトの単勝副賞と、一頭軸の生まれワイド推奨馬への流し。 そして、8枠から88のゾロ目を含んだ枠連推奨場への流しで勝負するとのことです。続いて、先週予想した4レース中3レース的中。G1 天皇賞で単賞、副賞、馬単、馬連、枠連、三連服、三連単を的中させた。競馬部で圧倒的な回収率を誇る競馬部の守護神、ムーさんの赤星は、オルフェーブル3区、 5枠9番、ディアマン・ミノルとのことです。他の推奨馬は、赤ボスと同じオルフェーブル3区の2頭4枠6番、アイアン・バローズ。6枠10番、オーソリティ。ディープ3区も2頭1枠1番、レクセランス。7枠13番、ボスジラ。ジャスタウェイ3区、3枠4番、ロード・マイ・ウェイ。ハーツ・クライ3区、 6枠11番、ゴースト。スクリーンヒーロー3区、7枠12番、マイネル・ウィルトス。馬券は、赤星、ディアマン・ミノルの単勝副勝と、一等軸の、馬単、馬連、枠連、水奨馬への流し。そして、ディアマン・ミノル、レクセランス二等軸の、三連服か三連単、水奨馬への流しで勝負するとのことです。アルゼンチン共和国杯の予想は以上となります。 お次は阪神メインダート 1800m で行われる G3 ヤコステイクスの予想です今年は16頭立てフルゲートまず編集長きのこちゃんの本命はもちろん世界中の機種の中で一番好きな池添機種騎乗1枠1番 アンセットバウとのことです。対抗は、編集長きのこちゃんのお父さんと同世代の柴田義富騎手騎乗。5枠10番、名称村雲。ターナは、イタリアやアメリカなど、海外遠征の経験が豊富な松田騎手騎乗。4枠7番、スワーブアラミス。レンアナは、2頭。5番和田隆二騎手騎乗。5枠9番、オーベルニュ。 世界中の機種の中で2番目に好きな浜中機種機場2枠3番名称ハリオ馬券は本命世界中の機種の中で一番好きな池添機種機場アンセットバウの単勝複将と水晶馬の生まれんワイド三連服ボックスそして5 5のゾロ目を含んだ水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです 次に、ガミにもならないガミ将軍坂織の本命は、前奏帝王賞で3着になった6枠11番クリンチャーとのことです。対抗は8歳ボバ、2枠4番ベンジェンス。ターナは初ダート戦の8枠15番ダンビュライト。レンアナは2頭、3枠5番アナザートゥルース。7枠13番アシャカトブ。 馬剣は本命クリンチャーの単勝副勝と一等軸の馬連ワイド枠連推奨馬への流しで勝負するとのことです。続いて守護神ムーさんの赤星はネオユニバース3区5枠10番名勝村雲とのことです。他の推奨馬はパイロ3区2枠3番名勝ハリオダノンバラード3区 3枠6番、ロードブレス。ハーツクライ3区、4枠7番、スワーブアラミス。スマートファルコン3区、5枠9番、オーベルニュ。ディープスカイ3区、6枠11番、クリンチャー。馬券は赤星、名将村雲の単勝副将と、一等軸の馬単、生まれん水晶への流し。そして、 ゴーゴーのゾロメを含んだ枠連水晶場への流し。さらには、名将村雲、オーベルニュ二等軸の三連服か三連単水晶場への流しで勝負するとのことです。宮古ステークスの予想は以上となります。お次は、11月6日土曜の東京メイン芝1400メートルで行われる G2KO 杯2歳ステークスの予想です。 今年は14頭立てまず編集長きのこちゃんの本命は先週 JRA 重賞通算100勝を達成した外国人騎手で一番好きなデムーロ騎手騎乗7枠12番ジャスパークローネとのことです対抗はブラックバス釣りが趣味のダンの騎手騎乗7枠11番ラブリー・ユア・アイズターナは 先週の天皇賞をエフフォーリアで勝利して、今年 G1 三勝をしている若武者横山武史騎手騎乗、8枠13番ビアドロローサ、レアナは2頭、五番和田隆二騎手騎乗、4枠6番セルバーグ、世界的な名手ルメール騎手騎乗、六枠十番、6枠10番,枠10番コラリン、馬剣は本命 ジャスパークローネの単勝副勝と水晶馬の馬連ワイド三連服ボックス、そして77のゾロ目を含んだ水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。次にガミにもならないガミ将軍坂織の本命は、現在2連勝中の6枠10番コラリンとのことです。対抗は前奏デビュー戦を勝った5枠8番 東マカオターン穴ナは6枠9番レッツ・リブオンレアナは2頭1枠1番鈴鹿・小敵隊2枠2番帝王スパロウ馬券は本命コラリンの単勝・副勝と一等軸の生まれワイド・水晶馬への流しそして66のゾロ目を含んだ水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです 続いて、守護神ムーさんの赤星は2頭。エピファネイア3区4枠6番セルバーグ。シルバーステート3区4枠5番ベルウッドブラボーとのことです。他の推奨馬は、ルーラーシップ3区2枠2番テイオースパロー。アポロキングダム3区5枠7番アポロルタ。ダイワメジャー3区6枠10番コラリン。 ロゴタイプ3区、7枠11番、ラブリー・ユア・アイズ。ロード・カナロア3区、8枠13番、ビアドロ・ローサ。ディー・ーマジェスティ3区、8枠14番、シゲル・ファンの夢。馬券は赤星2頭、シルバーグ・ベルウッド・ブラボーの単勝・副将と、2頭軸の馬単・フォーメーション、馬連・枠連・三連服推奨馬への流しで勝負するとのことです。 KO 杯2歳ステークスの予想は以上となります。お次は、阪神メイン芝1400メートルで行われる G3 ファンタジーステークスの予想です。今年は10頭立て。まず、編集長きのこちゃんの本命は、もちろん、世界中の騎手の中で一番好きな、 池添騎手騎乗、4枠4番、オルコスとのことです。対抗は、世界中の騎手の中で2番目に好きな、浜中騎手騎乗、2枠2番、名村クレア。ターナは、牝馬三冠ジョッキー、松山騎手騎乗、7枠7番、スマートプレジール。レ穴アナは2頭。父親の安成騎手が目標と話す、岩田未来騎手騎乗、7枠8番、 スリーパーパ先月史上初の JRA 通算4300勝を達成した日本が誇るレジェンド武豊騎手騎乗5枠5番ウォーターナビレラ馬券は本命世界中の騎手の中で一番好きな池添騎手騎乗オルコスの単勝副勝と水晶馬の馬連ワイド3連服ボックス そして、七七のゾロ目を含んだ水晶場の枠連ボックスで勝負するとのことです。次に、ガミにもならないガミ将軍坂織の本命は、え白毛の G1 馬育ちの全米、8枠9番ママコチャとのことです。対抗は6枠6番アネゴハダ。ターナは8枠10番ホワイトターフ。レアナは2頭。3枠3番 ナムラデイリリー、7枠7番、スマートプレジール。馬券は、本命ママコチャの単勝副勝と、一等軸のワイド、生まれん水晶馬への流し。そして、88のゾロ目を含む水晶馬の枠連ボックスで勝負するとのことです。続いて、守護神ムーさんの赤星は、シルバーステートサンク、5枠5番、ウォーターナビレラとのことです。 他の推奨馬は、ミッキーアイル3区、2枠2番、ナムラ・クレア。ジョー・カプチーノ3区、3枠3番、ナムラ・デイ・リリー。ドレフォン3区、4枠4番、オルコス。金ンシサの奇跡3区、7枠7番、スマート・プレジール。黒船3区、8枠9番、ママコ茶、馬券は、 赤星、ウォーター、ナビレラの単勝、副勝と一等軸の馬単、総流し。そして、水晶馬の馬連、枠連、三連服ボックスで勝負するとのことです。ファンタジーステークスの予想は以上となります。お次は、11月7日日曜のアメリカで行われる G1 ブリーダーズカップ3レースの予想です。 まずは芝2400メートルで行われる G1 ブリーダーズカップターフの予想からです。今年はデルマー競馬場で行われます。14頭立てフルゲート。海外レースは馬番とゲート番がありますのでご注意ください。予想は馬番で行っています。 まず、編集長きのこちゃんの本命は、キーン騎手騎乗、13番、タルナワとのことです。え対抗は、デッドオリ騎手騎乗予定、8番、ブルーム。ターナは、ロザリオ騎手騎乗、11番、クーフォ。レンアナは、2頭、クリスチャン・デ・ムーロ騎手騎乗、9番、シスファハン。イーガン騎手騎乗、12番、 ティオーナ。馬券は本命樽縄の単勝副勝と水晶馬の馬連ワイド三連服ボックスで勝負するとのことです。次にガミにもならないガミ将軍坂織の本命は今年のドイツ G1 ドイチスダービーを勝っている9番シスファハンとのことです。対抗は馬主がキーファーズの代表松島正明さんの14番。 ジャパン。ターナは10番、ユビアレイアナは1番、ロックエンペラー。馬剣は本命シスファンの単勝副勝と推奨馬のワイド生まれンボックスで勝負するとのことです。続いて、守護神ムーさんの赤星は2頭。シーザースターズ3区12番、ティオーナ。デクラレーションオブオー3区。 11番、グーフォーとのことです。他の推奨馬は、ホーリーローマンエンペラー3区、1番、ロックエンペラー。クオリティロード3区、4番、アストロノート。トロナド3区、5番、トリブバン。ナド3区、間違えました。<laughs> ケープクロス3区、7番、ウォルトンストリート。シャマルダル3区、13番。 タルナは。馬剣は赤星の2頭、ティオーナとグーフォの単勝副勝と、2頭軸で水晶馬への馬単フォーメーション、3連服か3連単総流しえ。赤星2頭軸のそれぞれ馬連水晶馬への流しで勝負するとのことです。えブリーダーズカップターフの予想は以上となります。お次は芝1600メートルで行われる G1 ブリーダーズカップマイルの予想です。今年は14頭立てフルゲート。まず、編集長きのこちゃんの本命は、アジャール機種騎乗7番、インラブとのことです。対抗は、ビュイック機種騎乗3番、スペースブルース。ターナは、ロザリオ機種騎乗 10番、ブローアウト。レンアナは2頭。プラキッシュ機乗6番、モーフォーザ。タラモキッシュ機上、14番、アイバー。馬剣は本命、インラブの単勝復勝と、水晶馬の生まれワイド、三連服、ボックスで勝負するとのことです。次に、ガミにもならないガミ将軍、坂織の本命は、 現在、4連勝中の6番、モーフォーザーとのことです。対抗は、日本から参戦の5番、バンドギャルド。ターナは、1番、マスター・オブ・ザ・シーズ。レイアナは、4番、レイジングブル。馬剣は、本命モーフォーザーの単勝・副勝と、推奨馬のワイド、生まれん流しで勝負するとのことです。 続いて、守護神ムーさんの赤星は2頭。ゾファニーサンク9番、マザーアース。アグネスゴールドサンク14番、アイバーとのことです。他の推奨馬は赤星と同じアグネスゴールドサンク7番、インラブ。ミッドナイトリュートサンク2番、スムーズライクストレイト。ドバウィサンク3番、スペースブルース。 ダークエンジェル3区4番レイジングブルダンシリ3区10番ブローアウトゲットストーミー3区11番ガットストーミーインビンシブルスピリット3区12番パールズガロア馬券は赤星の2頭マザーハースとアイバーの単勝副勝と2頭軸で水晶馬への馬タンフォーメーション 三連服か三連単総流し。赤星二等軸のそれぞれ馬連推奨馬への流しで勝負するとのことです。ブリーダーズカップマイルの予想は以上となります。最後は芝2200メートルで行われる G1 ブリーダーズカップフィリーメアターフの予想です。 今年は12頭立て。えまず、編集長きのこちゃんの本命は、ギュイン騎手騎乗4番、ルジールとのことです。え対抗は、ムーア騎手騎乗6番、ラブ。ターナは、ルパル騎手騎乗7番、ウォーライクゴッテス。レンアナは2頭。日本から参戦のイケメンで絶好調の川田騎手騎乗8番、ラブゾンリーユー。 マーフィー騎手騎乗10番オーシャンロード馬券は本命ルジールの単勝副将と水晶馬の生まれワイド三連服ボックスで勝負するとのことです次にガミにもならないガミ将軍坂織の本命は日本から参戦の8番ラブゾンリーユーとのことです対抗は12番アウダーリャターナは10番 オーシャンロード。レアナは3番、アカネラ。馬券は本命ラブソンリーユーの単勝副賞と一等軸のワイドウマレン水晶馬への流し。そして一等軸のウマタン総流しで勝負するとのことです。続いて、守護神ムーさんの赤星は2等。イングリッシュチャンネル3区7番、ウォーライクゴッテス。 ゴールデンセンツサンク1番、ゴーイングトゥーベガス、とのことです。他の推奨馬は、ナイトオブサンダーサンク2番、ポケットスクエア、テリトリーズサンク4番、ルジール、ガリレオサンク6番、ラブ、ディープサンク8番、ラブズオンリーユー、オーストラリアサンク10番、オーシャンロード、 え馬ケは赤星の2頭、ウォーライクコッテスと、ゴーイングトゥーベガスの単勝副勝とえ、2頭軸で水晶馬への馬単フォーメーション、3連服か3連単総流し、え赤星2頭軸のそれぞれ馬連水晶馬への流しで勝負するとのことです。え今週の競馬部の予想は以上となります。競馬部はたった3人で、 JRA では昨年8月の札幌記念開催週から63週連続的中。昨年からの地方交流競馬を含めて、なんと68連勝中です。この調子で連続的中記録を更新していけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。そして、アーソン .tv 競馬部では地方競馬応援企画として、 編集長きのこちゃんと守護神ムーさんのプライベート予想も公開しておりますえ。予想する場合、ツイッターで告知しますので、そちらもチェックしてください。とここで、私の今後の活動をお知らせします。え11月13日から11月14日、来週ですね。カメイド文化センターカメリアホールにて、舞台、悪の娘、 ト o ーマイディアリストに出演予定です。劇場チケットはクリアファイルが付いて2000円。また、今回は配信があり、そちらも2000円です、えー。配役に関しては劇場に来るまでのお楽しみですが、歌ったり戦ったりと、結構重要な役どころについていますので、ぜひ見てください。詳細はツ、えー、ツイッター、え、アットマーク IOU、ツイッター、アットマーク AIOI アンダーバー YUU でご確認ください。 えー、JRA は事前にネット予約で開催競馬場の指定席を購入したお客様のみ入場可能と発表しました。詳しくは JRA のホームページをご覧ください。まだまだ油断禁物の新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため手洗いやうがい、洗顔、洗髪など予防をしっかりしましょう。外出する際はマスクはもちろん髪の毛にウイルスの付着を防ぐため 帽子を着用しましょう。感染予防はあなた自身や大切な方々を守るためにあります。それでは、今回はこの辺りでお開きとさせていただきます。最後までご視聴していただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ、またねー。